今日の試合を振り返って一言お願いします。と厳しい試合になりましたが、全員で走り切って勝ち点3を取れてよかったです。次節に向けての意気込みをお願いします。と勝ち点3を取らなければインカレが難しいので、次節も絶対勝ち点3を取って取りたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。